じゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日は何でしょうか。マー君の話だよね。ねえ、ちょっとね、そこを言うのね、そこというのが楽天の田中将大投手、はい、自由契約になったということでね。まあそうだね、まあ、うん、あの話し合いして自由契約を求めたというね、そういう感じでしたね。まあ言えば金額に折り合いがつけなかったという、つけられなかった、つけられなかったというね、あの減額制限を超える減俸ということで、うん、ね、あの球団の石井さんがお話しされてましたけれども、そこの、ね、部分で選手との同意が得られない場合は、はい、球団は選手に対して保有権を放棄しないといけないというようなことで、ね、まあ、今回はそういう流れで、うん、田中投手とは自由契約というふうな形になった、うん、ということだったんですけれども、ただマー君の表情とか、うん、まあ、いろいろ見たけども YouTube の、はいはい、見たけども、うん、やっぱちょっと表情暗かったね。まあ、もちろんその契約をしてくれないっていうふうに、まあ、折り合いがつかなかったということで、まあ、暗くにはなるんだろうけども、うん、まあ、それ以外にもなんかね、やっぱりマー君は、まあ、そのヤンキースから日本に帰ってくるときに、うん、まあ、楽天を選んで ね、まあ、高額な年俸もあったと思うけども、うん、年俸あったと思うけども、まあ、それでもやっぱり楽天で優勝し、で送り出してくれた球団に戻ったということで、まあ、非常に楽天への思いっていうのはね、うん、震災もありながらということも考えて、ね、非常に思い入れはねあったと思うんだけども、うん、まあ、そこで、まあ、球団を変えなきゃいけないということになったという、はい、まあ、そこで、まあ、でも成績を見るとね、まあ、これはっきり言わせてもらうと4年で20勝ね、うん、で勝ち越したことがない。そうですね、まあ2桁勝ったこともない、うん、で負けが先行していて、うん、で20勝といえば年間平均すると5勝のピッチャーになるんだよね、うん、で36歳で5勝のピッチャーを取る球団があるかというと、うん、まあ非常に難しいかなっていうような、まあ田中普通にね、うん、考えるとブランドっていうことを考えなかったらっていうことですね。なかったらね、はい、でも田中マー君というね、うん、ブランドを考えた時に、うん、やっぱいや商品として、うん、いや全然価値はあるというような球団が出てくれば、まあ、契約には至ると思うけども、うん、ただそこでやっぱり年俸をどうするかという話だよね。そうですよね、うん、で9億からずっと下がってきてるわけだ、うん、で今年も2億ちょっともらってたと思うんだけども、はい、やっぱ1億は出せないと思うんだよね、うん、まあ、それだったら若手でローテーション与えて5勝のピッチャー作った方がいいっていうような。そうですよね、普通だったらそう考えるよね。もともとね楽天との関係性とかね、うん、楽天メジャー行く前のあの楽天への貢献度とかね、はい、いろんなことを加味しての年俸っていうのもあったと思うんですよ ね、まあ、それもちろんあるよね。楽天という球団とは、うん、他の球団とってなってくるとまた話が変わってきますよね。まあだってそこでの貢献度がないからね、ないわけですから、ね、ただまあその成績云々というよりも、うん、なんかこう今現在のまあ力だよね、うん、まあファームでは投げてたみたいだから、はい、まあイーサンドのチームっていうのは見てるわけよね、うん、マー君の姿っていうのをね、うん、だからまあそこら辺でまだいや全然投げれるよって言えば、うん、まあ手を伸ばしてくるところもあるだろうし、うん、あとはそのマー君のまあ先ほどまあちーちゃんが言ったブランドだよね、うん、まあそういうことを感じられるんだったらグッズ売り上げっていうことも、うん、やっぱプロ野球選手っていうのは大事なね、うん、まあ商品の一つだからさ、うん、でまあそこら辺で価値が見出せればね、年俸払ってでも、うん、まあ、マー君欲しいっていう球団は出てくるかもわからないけども、うん、まあ、素直に考えるとちょっと厳しい状況には追い込まれてるなっていうことはあるよね、うん、まあ、ちょっといろいろ思い巡らしてみると、うん、例えば故郷に近い大阪エリアとかね、まあとは高校時代にいた北海道エリアとかね、 あとはこうチームメイトだった坂本選手がいるところとか、ジャイアンツとか、うん、なんかそういうマークにゆかりのある場所っていうふうに考えたら
いくつか考えられるなとは思ったんですけど、まあ、ちょっとこじつけっぽいけどね。そうそう、だけどこじつけでも何でもこうね、ゆかりのある場所って考えると、うん、そういったところもあったり、まあ、そうだな、うん、まあただそのまあふるさとというのはもう関西地区でね、うん、まあおそらく兵庫だと思うんだけども、うん、だけどなんかそこら辺でやっぱただ、まあ、そこら辺のイメージっていうよりも、まあ、全国的に見れば北海道で、北海道の高校で優勝したというね、うん、まあ準優勝かしたということがやっぱり印象深いかな。ただなんかそこの、ね、ただどさんこじゃないんだよね。そうそう、だから地元の人っていうのはやっぱり応援はするじゃないですか。いやそれはもちろんそうだよね。で自分の郷土の選手がとか、はいはい、高校時代ここでね、うん、すごく活躍してくれたよとかってなったら、うん、その当時の人ってやっぱり今でも応援してる人っているじゃないですか。いやそれはもちろんそうだね。そう考えると、うん、やっぱそういう地域の方が、はい、マー君のブランドとかそういったことはファンを獲得しやすいのかなとは思うんですけど、まあなんせねあと3勝で日米通算200勝、そうなんだよ、197勝まで今来てるところで、なかなかねちょっとマークの中でも、いや、ね、やめれないだろうね、つけれないところもありますしね。まあそうだな、やっぱり日米通算200勝、うん、まあ、これはねぜひともしたいだろうし ね、ただやっぱりマー君みたいなその大物がチームに入って、うん、投手陣の中に入ると、うん、なんかこうバランスが崩れたりするっていうようなね、だからその物がでかいだけにさ、うんうんうん、そういうことも考えられるし、うん、まあその頃合いっていうのをしっかり取らなきゃいけないというね、難しいですよね、まあ、そこら辺は ね非常に難しいと思うよ、大物だけにね、うん、難しいと思うよ、うんね、ということでね、うん、まあ2013年にはね24勝0敗というすごい、まあ、まあそうだな、すごい成績でリーグ優勝、うん、はい、日本一球団初のね、うん、導いたっていうようなね経歴も持ってるので ね、まあ、だからね、今年の場合はなんかクリーニング手術とか、うん、なんかそういう形でちょっと開幕には間に合わないよという、うん、まあ、そういうことからこうシーズンがスタートして、まあ、今シーズン1試合しか投げてないんだよね、うん、それもなんか5回を4失点かなんかしてて、そうそう、まあ、まだあんまり状態的には良くなかったんだよ、うん、ただそのマー君が辞めるということで自由競争になったということで、うん、まあ、これからこう調査が入ると思うよ、いろんな、うん、各球団動くと思うわ、はい、いやもう本当に投げれるっていうんであれば、うん、取るだろうし、うんうん、だけどやっぱこう、いやこれちょっと無理、難しいぞと、まあ、取ってもやっぱ負けが先行し、ね、苦しい状況にあるよって言ったら、うん、まああんまりこうあれだな、契約してくれるようなところはないかもわかんないね。例えば、うん、先発じゃないっていうポジションだったりするのは難しいんですか。まず最初そういう話をね、うん、するかもわからないけども、うんうんうん、やっぱまあ日米通算200勝ということもあり、 あと3勝ということを考えるとね、それはまあリリーフでも勝てないっていうことはないと思うけども、まあだけどもやっぱ先発でまあそれ成し遂げたいというね、まあわがまま言えないような状況にはあるだろうけども、まあそういうことはちょっと考えてたろうね、先発でということはね。そうですよね、まあ、できればそこがベストだけれども、うん、まあまあ、もうそれができないのであればそういう道もなくはない、うん、球団と契約するためにはっていう、まあそうだね、だからまあ単純によ、うん、野球をやりたいのか続けたいのか、うんうんうん、それとも日米通算200勝にこだわってんのか、そこね、まあここは大事なポイントだと思うよ。そうですよね、だから取る球団にとっては野球を続けたいと、真摯に続けたいっていうんであれば、じゃあ契約してみましょうかみたいな、ね、年俸いくらでみたいな、ただお金のことで折り合いが楽天とはつかなかったわけだから、うん、だからまあそういう意味ではどのぐらいを要求してるのかね、まあここら辺も気になるところだし、ね、ただ楽天で9億からもう毎年減ってきて、でもやっぱマークの中には楽天に対して、いやせっかく帰ってきてあげたのにっていう気持ちがあるんであれば、なんて契約でももうちょっと考えてくださいよっていう気持ちにはなるよね。だから他の球団だとそういう気持ちがなくなるんで、もう今の現状であれば
まあ最低の最低のラインは考えてると思うし、もうこれでいいのでっていうようなことを、まあ、マー君が言えればね、まあ契約が決まるとは思うけどもね。ねえ、これはマー君の心持ちと、そのね球団のどういう判断というか評価とっていうので柔軟にいろいろと出てきそうな気もしますけどね、まあでもさっきも言ったようにさ、通算200勝にこだわるのか、まあ、それともいや真摯に野球を続けたいんですっていうところに気持ちが落ち着くのか、まあ、それで全然違うと思うけどね、ただリリーフがもうできるような年でもないしな、36でしょ、まあ、来年37、まあ、相当きついよね、そうなってくるとね、抑えはちょっと苦しいかもわからんな、なかなかね、っていう風になってくるとどうなんでしょうね。これいきなりセリーグとかってなってきたら打席に立つとかそういうことも考えると、なんか今まで見たことないようなマークを見れる機会もあるのかなとかも思うと、まあ、そうだね、ちょっとなんか違う楽しみも湧いてきますけど、ね、でもなんかピッチャーの監督のところがなんか見たいと思うんじゃないかなっていうような気がするね。阪神とかはだからまあ藤川球児とかね、いや俺どう来たら俺が再生してやるとか、やっぱ鼻息が荒いところはいやマー君取ってくださいよみたいなことになるかもわからんね、またこれね、マー君自身もそれこそメジャー以外って楽天にしかいたことがないってなれば、球団変わると立場もそうだし、こう自分の置かれてるポジションっていうのも変わってきたら、マー君自体のこう考え方もちょっと変わってきたり、する部分ってありますよね、きっと。絶対ある。まあ新鮮な気持ちにはなるだろうね。だからまあそういう気持ちに一発かけるかどうか、まあそういうことはあるかもからない。環境が変わったらね、それは選手ってすごく変わる人もいっぱいいたりするじゃないですか。あのね、気持ちのポテンシャルはすごいある選手だから、まあそこら辺では使えると思うんだよね。ねえ、とか誰か、マー君がこの人に言われたらやりたいなって思う人とかね、まあそうだね、あとそれこそ坂本選手じゃないですけど、昔から知ってる友達がいるとかね、なんかいろんな、ね、いや俺そこはねちょっと嫌な感じがするな例えばよ、まあ例えばね、だからそう球界でもすごくこう気の知れたあの人がいるみたいなとかね、まあ、まあそうだな、いや俺はねなんか甲子園だから、まあさっき言ったように言ったけど、なんか甲子園がなんか合うような気がするねえ、藤川球児がなんか再生させるようなそんな感じもするね。ねえ、縦島はねアメリカでは着てましたか？着てない？誰が？縦島のユニフォーム。マー君はね、着てたしね。ねえ、だから日本でも。藤川球児もメジャーを経験してるしね。だからそういう意味では。共通項がいっぱいあって、ね、ピッチャーというね、甲子園のスターだったしね、まあ、それで甲子園っていうのもあるし、地元関西だし、ね、あだからまあそこら辺がなんかしっくりくるかな、ね、っていうような気はちょっとね、まあするな、まあそうかもわかんない、なんか今話をしててね、関西がねいいのかねとか、まあまあそうだな、ね、ピッチャーの監督さんがどうのこうのとか言ってたら、もうそうなのとか思っちゃいましたけど、まあそうだね、はい、まあね、まあまあでもね、これで球団がなくなるっていうかさ、契約はまあ今現在ない状態だけども、どこも接触してこないっていうことはない状態だから、まあいいね環境がこう働きやすい環境があるところにね、まあぜひ行ってほしいと思うし ね、まだまだちょっとマー君の投げてる姿っていうのは見たいしね、見たいしね、はい、だからやっぱりこうねマー君もこう楽天を卒業するという時期だったのかもしれないですね、まあそうだね、いろんな意味でね、はい、はい、だまあ次行ってもね、頑張ってほしいと思います、はい、はい。